始まりました。イエーイ、イエーイ、はみ出しプロジェクト、はみ出せ全身6番マルキューマルキューマルキューマイル、早くやって。じゃあこのタイトル名、はい、ちょっと見てください。はみ出しプロジェクト、ハッシュタグはみ出せ青春です。はみ出せ青春、はい、はみ出せ青春、はい、さあこの番組はですね、我々個性や自由ではみ出していく、あのね、はみ出しすぎてるね、みんな ね、うん、そう、ダンスボーカルユニット新しい学校のリーダーズが、はいはい、お菓子メーカーでおなじみの小池屋さんとコラボ企画、ね、ポテチのねはみ出しプロジェクトというんですよ。カラムーチョでしょ。そうです、ね、そうです、ね、に関して、はい、まるっと披露一方的にご説明していくという番組を聞いております。はい、今回はここ渋谷中心、渋谷109喋ってるんで、前店と、なんていうこれ、ん、台本めっちゃ読んでる、この店の前でイベントスペースよりフレッシュバイアベマ TV 特設ステージから生放送でお送りしております。109のふもとです。中心だよ、中心、かわいいじゃん。こんにちは。まずはメンバーの自己紹介というか、はい、リーダーズの紹介を、はい、ちょっと静かにしてください。私はおとなしくしておきます。お静かにお願いします。はい、ちょっとかぶります。めっちゃ下から、やだ、下からか、すごいね、生放送だからね、しっかりしてね。はい、すいません。個性や自由ではみ出していく、はみ出していく、それが新しい学校のリーダーボーン。はい、ありがとうございます。全然湧かないけど大丈夫、慣れてるさ、それが良さ、全然湧いてない、見てたら湧きなさい、もっと。じゃあちょっと自己紹介してください。じゃあペンさんの自己紹介、なんかあるでしょ、紹介みたいなのあるでしょ。ないです、してよ、自分でやってください。しなさいよ、一応自己紹介をさせていただくと、今回は特別に今、はい、特別に超絶話題のはみ出しジェンダレス、はい、カリスマすぎるショップ店員ペンさんです。あー、あー、やだ、男がいっぱい何に反応してるんですか。若い男がいっぱいいます。渋谷最高です。もうキャッチのお兄さんとか見に来ないかな。なんなんの、ああいうなんか黒い感じの男が大好きなの。そう、タイプがあるんですね。タイプがあるわよ、もちろん。ピンクは黒が好きなの。 あら、いいじゃない。あ、狙っちゃった。タイプです。タイプ探すのやめてください。ちょっと良きなんじゃない。良きところでって書いているんで、良きところで、ところで、どうして我々が渋谷109さんの前で公開生放送しているのかというと、実は私たち新しい学校のリーダーズ、今回渋谷109のシーズンビジュアルで選ばれちゃいました。え、何それ、何それ、どういうこと。8月にイメージモデルに新しい学校のリーダーズが撮ったんですよ。これです。え、何これ。そうなんです、イメージモデルをやらせていただいて。マルキューのイメージモデルやるの。そうなんです。なんで私じゃないの。いや、それは分かんないです。え、大丈夫なの。ちょっとピンクすぎて無理だったみたいな。ピンクすぎて背景がピンクの。背景は変えられてるな、これも色カメレオン的な。やめて、本当にピンクで染まっちゃう。すごい可愛いポスターねえ、すごい、奇跡の一枚でしょ、これ。そうなんですよ。いっぱい109の中にも貼っているので、貼っていただいたら、ぜひ皆さん、チェックお願いします。お願いします。すごい可愛い。うん、どうですか、これ見てどう思いますか。なんで私じゃないんだろうとしか思わない。それしかピンクすぎるから。大丈夫、リーダーズで大丈夫なの。大丈夫、リーダーズで大丈夫ですよね。大丈夫っていうことですよね。はい、そうね、これからね、だってことは、はい、で、このポスターたちは本日8月1日より全国の渋谷109系の施設の館内に展開されてます。渋谷、町田、静岡、町田にもあるんです。安倍の鹿児島、安倍の聞いたことある。あ、これ何て言うんですか。香港にも109あるんで、香港にも貼ってあるんですよ。香港の109さんでも、そう、はい、展開していただいてます。香港のね、ぜひ見に行ってください。はい、行ってください。香港まで飛行機で見に行ってください。はい、行ってください。見に行ってください。で、私たちの今回のはみ出しプロジェクトが大きく分けて4つあるんですよ。4、それを一個ずつ一方的に説明していきます。一方的にね、ご意見とか聞かないんで。一方的にね、一方的にフリップがあるんですよ。わざわざ作ってもらって、こんなこと、いきますよ。これはめくっていくやつね。めくっていくやつ、そうそう、戻るか。
綺麗にめくってね。いきますよ。いきますよ。1個目いきますよ。はい。バラリン。バラリン。バラリン。はい。あー。4月25日、配信デビュー曲、学校、学校行けや、配信スタートでーす。初めての配信デビュー曲。湧いてる。湧いてる。初めてです。配信されるのは小池屋。小池屋。学校行けや。学校行けや。ねね。小池屋さんっていうのをかぶってるんですよ。さらっと。それぞれ自由ってことなんですけど。さらっと小池屋とも聞こえるっていう。ね、そういうことでしょ。絡んでるやつ。気づいた人いるんですかね。学校行けや。ゆっくり読めばわかるんじゃない。学校行けや。そうですね。聞こえるかもしれないですね。そうですよね。なんかこの曲を作ってくださったのがあいみょんさんっていう方なんですけど、知ってます？知らない。知ってますか？なんで知らないんですか？今をときめくあいみょんさん。めっちゃはみ出してますか、歌詞とか。歌詞が本当にはみ出してて、作詞も作曲もやってくださって、はい、でその編曲をカーペインターさんっていう新進系の方が。知ってますか？知ってます？知らないんですか？基本私自分でしか興味ないから。あ、ですよ、ですよ。そう、あんまりね、興味ない。見た目でわかります。見た目でわかります。わかるでしょ。そんな感じで、もうそのお二人の力によって熱量高めの青春ソングができたというわけで。そうなんですよ。そうなんです。全然みんな脳内リピートが止まらないと思うんですね。頭から離れて。あれね、癖になるよね。でもね、癖になります。なるよ、なるよ。ポテチみたいにね。どうですか、あの、聞いていただけましたよね。聞いた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 。どうですか、どうですか、どうですか、感想どうですか、どうですか。でもね、割とね、何言ってください。割とね、すごいね、あのリピートしたくなるね。それってどういうこと？それ私言いました。え、何やめてよ、じゃあ。わかんない、そんなに。わかんないんかい。何でも、明るくていいんじゃない。明るくていいんじゃないか。すごい、ざっくり明るくていいんじゃない。ざっくりやっていいんじゃない。歌でしょ。歌ですよ。いい歌。皆様にね、ぜひこの楽曲を聴いていただきたいです。ぜひ、はい、ツイッターとかにもなんか URL とか。レコーディング大変だったの？いや、全然レコーディングとか、まあ、フィーリングでやってるんで。フィーリングで私たちなんかそこら辺歩きながら歌ってたら撮られててみたいな。そうなんですよ。本当に？はい、そうです。え、この辺でやったの？そうです、この辺で。どの辺で？ちょっとあそこら辺、あっこみさんの方で。あそこら辺で。ということで、ちょっとミュージックビデオ見たくないですか？あーね、いいんじゃない。流したいですよね。見たくないですよね。流して、流して。見たいですよね。流します。ってことで、次の歯磨き活動を。あ、歯磨くの大丈夫？いきたいと思います。はい、次の歯磨き活動はこちら。あー、そう。え、でもこっちの方がね、あの、喋れるよ。はい、はい、じゃあ、はい、お願いします。豪華はみ出し友情出演足す学校行きや MV。 ねー、豪華ですよ。ねー、そうよ、 MV です。もう本当に豪華はみ出し出演で、ね、いっぱい出てたよね、有名な人が。千年に2人目の美少女と言われている神村真美さん。神村さんね、めっちゃ可愛いです。もっと世界チャンピオンの内藤さんと薬師寺さんと竹原さん。ね、すごい泣いたね。涙取りました。モデルさんも結構たくさん出て、ね、ちょっとビエンドマシーンさんとか、そうそうそう、レイバタヒカリさんとか、ね、はい、ね、すごい綺麗さんとか、素敵な涙。シェインさんまでケーキを持って、はい、アースダースで。やってたね、やってたね。はいはい、私も行ったのよ、それ。そうなんです。なんと言ってもペイさんがされていた気がします。見たでしょ。あれ2時間もさ移動してさ、はい、2分で終わったんだから。その心は。そうなんですよ。2点の心は。そうよ。あれ2時間も東京のなんかちょっとね、都心離れたさ、なんかよくわかんないさ、中学校を連れてかれてさ、はい、2時間もかけて行ったじゃない、はい、2分で終わったんだから。はい、その気持ちはどうでした？その後何もなくてさ、どんな気持ち？モノレール持って帰って。モノレール。すごいよ。でも結構楽しそうにやられてましたよね。チアガール楽しそうでした。楽しそうで、いいとこしてて、仕事だもん。楽しそうにやるの。めっちゃ美脚でしたね。ありがとう、ありがとう。で、こう下からもね。そうそう、下からもね。そう、顔に舐めるように、ね、顔がちょっとワオみたいな。なんでよ、起きなさいよ、顔が。そうかいよ、ペイさんじゃないみたいな。でもやっぱりペイさんがさすがだから早く終わったんだと思います。そうですね。ペイさんがすごすぎ。そうですか、撮影慣れてますね。撮影慣れてますね。ほんと？こうやってね、仕上がり慣れてますね。練習もなしでさ、
練習もなしに練習もなしに見えてる、見えてる、やめてください、やめてください、いけないところです。最近なんかちょっとポロリが問題になってるから私ただでさえダメですから、ポロリポロリポロリ、そうです、生なのでやめてください。はい、それでは実際に MV を見るの、見ましょう、見ましょう、見ましょう、その2カットで終わったから、一瞬いるからね、2カットで終わったところに大注目していただいて、そうよ、まばたきしないで、じゃあ MV どうぞー、どうぞー、わー、すごい音がいい、いきなり音がいい、それがルール、全然全然東京にいたのこれ、あのさ、私の片思いの、あれ全然顔見えないの、全然顔見えない、私ちゃんと顔見えると思って 見たのにさ、これだけみたいな、私は2分ね、2秒ぐらいで終わってさ、あいつ顔出てないからね、あいつ顔出てないから、その日のために黒く染めてくれて、そうよそうよ、わざわざ髪まで染めて、もういいよ、もう3人、うん、なんかね、変わる感じ、これね、エキストラのね、おじさんたちもなかなかね、イケメンでしたよね、ね、見てた、見てた、これさ、でもさ、グラウンドでさ、やっててさ、隣普通にさ、テニス部の人がやってて、はい、めっちゃ笑われたからね、自分あんな格好してさ、うわ、ペイちゃんとか言われて、そのガキも狙うとか、ペイちゃんねとか言われて、これめっちゃ泣いてるから、めっちゃ泣いてますね、これ、あそこが一番湧くポイントよ、そうですよ、このミュージックビデオ一番湧くポイントが、そんなことないですよ、ここですから、誰もが求めてた私のチアリーダー、求めてないです、求めてますから、でも私たちはペイさん求めてます、あら大好きよあなたって、これでもさ、このさ、なんか演出がすごいよね、涙をさ、ね、集めてさ、最後さ、すごいストーリー、ね、あら小沢シェインです、小沢シェインです、かわいいです、涙と豪華だ、カムラとセインです、ね、かわいい、本当に仲いいんだかわかんないけどね、そういうとこ、そういうとこ言うたらないですよ、本当に仲もいいんだかわかんないよ、わかんないわかんない、そんなのわかんないんだから、仕事だから、いやいいね、このなんかね、表情ね、これ面白かった。いつも素敵がわからない。面白かったよ。こちらピンキーさん。ああ、これ種類の。え、どうぞ。これね。え、そっちの。あ、そうなんだ。なんかあれ今日ちょっと髪切ってる。なんだろうあれ。あれなんだ一体。あしかった、あしかった。いやー、実験です。これで涙を集めて。ここで最終した涙を、ね、こういう風にね、なるほどね、悲しを悔しい、面白いよね、どういう味がするんだろうね、これね、ね、これさ、普通に食ってんじゃん、何味なんだろうね、何味なんでしょうね、ね、でも涙流してくれてる、めっちゃ気になるよ、私の私の方が、いやいいね、合格、これ何の合格なの、先生の宿題出たじゃないですか、怒られるからね、普通やったら、これどこ、屋上か、そう、めっちゃ夕日綺麗だったんですよ、学校の屋上って憧れるよね、そうですね、実際行けない、実際行けないじゃん、実際行けないじゃん、実際ドラマとかのさ、ね、中でお弁当食べてるんだけどね、ね、そうだよね、何食べてるんだよ、みたいな、そうよ、最
を決めて。ダンスすごいよね、あんたたち。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそう、ダンス見てすごい見直した。本当ですか。うん、すごいすごい。じゃないでしょ。指の前までどう思ってただのくすばきだと思って。なんだなんだ。ただのくすばきだと思って。ただのくすばきは結構間違ってない。間違ってない。全体見てどうでしたか、感想を。どうですか、ちょっとお話ししていただいたんですけど。すごい泣いてたね、みんなね。はい、そうですね。すごい泣いてたね。青春の涙を。ね、私のさ、あの、キスシーンとかも入れてほしかった。見苦しい。なんでよ。なんでよ。にくいかもしれない。絶対閲覧数増えるわよ、いろんな意味で。まあ、いろんな意味で。いろんな意味で再生回数も増えるかもしれない。問題作、問題作。いろんな意味で冷やすよ、みんな。いや、ね。結構ブーイング増えそうですね。ブーイングでも何でもいいのよ。閲覧増えれば何でもいいんだから。そういう世界。見たくなかったから。ううファンの方とてもね。見れないっていう。そうよ、そうよ、はい、じゃあそれでは3つ目のはみ出しカット。どれぐらいかかったの、はい、あれミュージックビデオって。ミュージックビデオ。撮ったるのがですか。2日間。丸々、丸々、丸々、朝から。はい、はい。早朝から朝5時まで。そうなんだ。え、大丈夫だった。スムーズにいったの全部。はい、スムーズに。楽しかったです。周りの方が、あの日さ、暑すぎなかった。めっちゃ暑い。めっちゃ暑い、ね、体育館での撮影の時に、ね、そのスモークをかけてるんですよ。そう、それで締め切ってね。そう、風通しよくしたらスモーク逃げちゃうんで。本当。そうなんですよ。そうだからもう密封状態でスタッフも、はい、あの2日間さ、こんな天気良くないってぐらい天気良かったもんね。そう、あの2日間だけですよ、しかも。だよね、そうそうそう、次の日からさ、大崩れなの。そうなんですよ。あの2日間だけやたらさ、晴れてさ、結構私たち、ね、晴れ女なんですよ。正直言って、正直言って、あんたたち一番さ、誰が NG 多かったの？NG？ あ、でも、あの、ミリの涙を、これ、水平太さんの涙を、あの、水平キャッチっていうか、飛んで、あれ本当にやってんの？はい、なかなかこの垂れてくる涙のところに行けなかったり。え、テイク何人ぐらいまで行ったわけ？結構行ったよ。 15？ そんな行けないよ。え、結構行った。あ、でも練習結構したよな。あ、そう。なかなか取れなくて。大変よね。これしかないもんね、あなたね。あんまりこれしかないもんね。そうなんです。パスカが来ました。ミジュ、こっから飛んだらいいと思うよ、みたいなことを言って、やったらできないみたいな。そうなんです。難しかったですね。すごいよね、あれはね、すごいよ。はい、じゃあそれではね、3つ目のはみ出し活動を発表したいと思います。はい、いきます。てれーん、いきますよ。いいかな。はい、ちょっと青春の涙味、何、湖池屋ポテトチップス開発、イエーイ、開発します。開発します。はい、何と言ってもこれちゃんと閲覧ある、ちゃんと見てる人います。何を見てる、ちゃんと見てる、ちゃんと見てる、これ、そう、なんか、それが気になって、ちゃんと見てるのかなと思って、これ、何人か分かるんですか、コメント、たくさん見てますね、あ、出てますね、コメント、あ、違います、あ、いいじゃない、これ、すごいブサイクなんだけど、青春の涙味ということで、すごいブサイクなんだけど、もっと上から撮って、あの、ペイさんは横顔綺麗なんですよ、かわいい、めっちゃ、横顔の、このラインが、そう、横顔美人って言われてるから、ここライン、そう、しっかり、めっちゃ描いてますね、ここ、鼻筋通して、描いてますね、そうよ。いいから、いいから、涙っぽくこれさ、待って、コメントとか読みたいんだけど、コメント見ますか、コメントして、もっとりんちゃんって誰、りんちゃん、そちらです、あ、りんちゃん呼ばれてるわ、はい、私ですか、りんちゃん、はみ出し、おさんいる、わらわらわら、いつ発売なの、書いてねえよ、そんなこと書いてますよ、ど真ん中から、いつ発売なのって書いてある、発売、T シャツ欲しい、だって T シャツ欲しい、T シャツ欲しい、109歳で売ってますよ。マルケで売ってるの？ 2 階にあのポップアップストアをオープンさせていただいて、また後でちゃんと説明をしますので、あつず、おっさんに本当に書いてあるんじゃないか、書いてありますよ、誰よこれ書いたの、おっさん、髪色戻したらおっさんですもんね、普通におっさんです、カノンちゃん、カノンちゃん、はい、カノンちゃん、ちょっと次説明していいですか、こういったのをポテトチョーズ青春の涙味の説明を、はい、じゃあみんなお願いします、少ないからもっとコメントしてください、お願いします、今回このはみ出しプロジェクトでは、はい、この青春の涙を若者の感情がはみ出す、はみ出している証っていう風に捉えまして、うん、この証を何か形にできないかっていう思いのもと、小池屋さんの看板商品であるポテトチップスで、うん、世界初的な、世界初かもしれないです、これは、うん、のポテチの開発にチャレンジしてます。これ、ね、食べれんの？食べれます。今そこに第1弾の試作品が、そうなんです。でも結構ポテチって答えがないじゃないですか。どんな味するの？今から食べようかなと
思ってたの。私の初めて。早いね。わかんないじゃん、悲しい。やった。投げない。投げない。出ちゃうから。なんか結構青春の涙って。これ食べれるの？味の答えがないんで。開けて、開けて。開けてください。開けてよ。開けてください。いいから早く。開けてください。年下が開けんだよ、こういうの。食べたい。私たち年齢不詳なんで、年下とか何歳か分かんない。なんか分かんでしょ、肌の下だけに。まず、それは知ってる。上だと分かんない。悔しおえ、食べていいの？悔しおから食べてみてください。悔しお、悔しお、え、しょっぱい。え、悔しおめだ。悔しおめだってしょっぱいのかな。悔しい、悔しい、涙そうですね、悔しい。でもなんか普通の塩じゃない。なんかさ、酸っぱい。そう思った思った思った。酸っぱいですよね。本当だ。普通の塩じゃない。普通の塩じゃない。伝わる。悲しいね、みんな涙。悲しいよ次。確かに悔しい時の涙。でもめっちゃ美味しい。美味しいね。え、どういうのに違うの？これからももっと悔しい感情をもっと悔しい感情をもっと追求していた味を変えていくので。何でもいい何でもいい何でもいい。開かないんだけど。悲しいよ。悲しいよね。悲しくなりますよね。悲しくないよ。前半泣いてるわよ。お、どうしたの？え、なんでですか？すっごい美味しい。悲しいよ。うん。あの内容は悲しいよ。悲しいよ。これ何売られるのこれ？今ね、第一次の試作品なんで、まだ完成ではないんです。え、悲しいよ、超美味しいよ。なんかさ、水っ気あるんだよ。水っ気って何？なんか中に空気が入ってる。涙が出てきそう。なんか、美味しい。悲しい感じします。え、これ売れるよ。これ売れるよ。本当ですか？本当に全然味違うね。めぐるしい。なんでよ。めぐるしい。みんな見なくなっちゃいますよ。最近求めてんだから、みんな。日本はこういうの求めてんだから。何を？嬉しよ。え、ペイさん汗がすごい。ちょっとジッシュあります。嬉しよ。会場周りでサンプリングしてるって。配ってんの？え、待ってるの？いや、違います。あの、ペイさんが汗かいてるから。あ、嬉しよですよ。僕ものを。汗。美味しい。汗よ、ほんとに。嬉しよ食べて。嬉しよ食べます。熱いの、ほんとに。熱いの、渋谷の。うれしよ、うれしよ、うれしよ。うれしい。ほんとに？何うれしい？感情伝わる？全然わけわかんないから。ほんとに食べてください。マジで嬉しい気持ちない。嬉しすぎるんだけど。あ、嬉しい。イエーイ。嬉しい。何だろうこれ、何が違うんだろう。え、美味しいんだけどこれ。なんか何だろう、なんか明るい感じがする。甘いポテチの甘い。え、美味しいね。何だろうこれ。塩気なくない？あんまこれ。え、あの、嬉しい感じしました？熱い。結晶くぐれちゃうから。嬉しい感じしましたか？え、おいかん、おかした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 これ止まらんな。ダブルシーさんで買いました。あ、やっぱり。あの、ペイさんに、これペイさんにレジしてもらったんです。不愛想だった。え、めっちゃ不愛想でした。はい、不愛想です。不愛想や、私。すごい、でも1年前ぐらい。1年前ぐらい。1年前。はい、1年前。マクマク、本当に。なんか本当に食べてる場合じゃないね。誰だろうと思って。え、なんかずっと食べてないぐらい。全部ちゃんと味が違うから面白いです。ずっといいんじゃない。違います、3つとも。覚えられるのが楽しみね。どれが一番好きですか？自分は悲しいよ。悲しい派ですか？え、悲しいよ、美味しくない？美味しいです。多分塩加減もちょうどいいかもしれないですね。いや、それでは、おいしい。小池屋商品開発、はみ出し担当者の皆様が、喉乾いた。喉乾いた。うるさい。我慢してください。あとちょっと。誰？メッセージが来ました。これを開発していただいた皆様。ああ、はい。若者の涙を採取し、採取した涙の味の分析データをベースに、小池屋さんの商品開発者が自分の青春時代にあったことを思い出しながら味のイメージを膨らませた第一模索品です。第一模索品なんで、まだ完成ではない。まだ完成してないのね、はい、ここからもっとその意味のわからないその青春の涙を追求していくんですよ。ありがとう、ありがとう。素直な女好きだから。プラレは高い女できてれば、これからもいっぱい追求していくので、ちょっと話聞いてくださいよ。これからもこの味を追求していく。おい、もっと。おい、やめて。いいよいいよいいよ、このぐらいがちょうどいいんだから。ですよね。うん、
これからも追求していくので乞うご期待です。はい、お楽しみに。美味しかった。そしてそして最後のはみ出しカットですよ。ありがとうございました。4つ目出します。美味しかったです。ちょっとまた後で食べたいな。ねえ、おしぼりの袋めっちゃ渋い文字で落としました。はい、そして最後のはみ出し活動はこちら、はいはい、何ドゥー、はみ出しスピリット注入全国高はみ出しライブ。どういうこと？学校でね、周り学校に回る。あ、学校行くの？はい、そうでしょう。若い方ここにいらっしゃるので、ぜひ学校を教えていただいたら、はい、学校はどこに行けんだっけ？東京。東京ですか？行きたいです。お二人とも東京ですか？行きたい行きたい。高校今ないですか？学校とかないですか？夏休みよ、もう。あ、もう夏休みよ。でもご応募いただければこっちから講習行くので。どこでも OK です。行きたい。え、行きたいんだけど。え、一緒に来ます。一緒に来ます。本当ですか？私がいるなら来るでしょ、みんな。え、何ですか？リーダーズだけだったら来ない。リーダーズだけでいいでしょ。ダメよ。リーダーズだけだったら来てくれますか？まだダメよ。でもなんか私たち今その回ってライブをするっていう予定しかなくて、なんかやった方がいいっていうこととかありますか？何が？ライブ以外の何か学校に行ってこれしないなみたいな。ライブ学校のさ、ライブで普通に歌って踊ってるだけ。あ、そうです。脱ぎなさい、脱ぎなさい。ダメ、脱ぎなさい。それはダメです。いいわ。ペイさんはポロリしても大丈夫じゃないですか？ポロリしたんでも、ポロリがね、もうツイッターで炎上してるので、今常にポロリしたんでいいと思う。私も見ましたよ、ポロリ。ピンク首したでしょ。お乳首黒かったから やめて、本当にピンクだから。ピンクだから、なんならなんならゴールド。それはゴールド、シルバーよ。やです、シルバー。シルバーに合わせる。シルバーよ、私のミーチクは。やだ、それはやだな。あれ、ボロ出ると思わなくて、ミーチクに。え、ガチじゃなか、え、わざとですよ。わざとですよね。あれ、まあちょっと狙った感はあるけど、だけど、あれちょっとモザイキング的なものはかけてとは言ったのよ。そしたら、ボロよ。そんな、逆にモザイクかけたら変じゃないですか。なんでよ、ペーとか、ペーとか。いや別に見てもいいので、ペイさんのペイさんのはだって出てないじゃないですか。何で言う、需要しかないでしょ。何、ペッタンコじゃないですか。え、ペッタンコ、やめマイナス A、やめなさい、へこんでる。マイナス A、魅力はあるから、へこんでても魅力はあるから。後ろにへこんでる。え、どこ行ってみたいの、学校何県？え、北海道とか。あー、北海道とか、瀬戸だけに行きたい。え、北海道でも行ったことある？ないです。リーダーズではまだ行ったことない。え、上は何県まで行ったことある？上私山形なの、出身が。あ、まだそっちまで行きたい。福島リーダーって行きました。まだ福島までしか行ったことない。福島の隣よ、山形。行ってよ、未熟者で。そうなんだ。え、下は？下はどこまで行ったの？下は福、あ、これから高知に行く。そうですね、夏高知に行く、はい、よさこいに行く予定があります。え、行きたい、本当に。死んじゃいます。めっちゃ暑いですよ。いや、慈悲じゃないでしょ、それ。わかんないんです。え、慈悲じゃないでしょ。そういうとこはあんま言っちゃダメなの。え、慈悲じゃなかったら行った。そういうところはまあいろいろある。よさこいいろいろある。踊ります。え、そう、大事よさこいですよ。大人通さないと無理なの。リーダーズのみじゃないんです。え、あんたたち言っときなさいよ、ペイさんと行きたいですって。あ、わかりました。わかりました。そうなんて思ってないから。え、思ってないから。北海道とか沖縄とかだったら行きたいから。あ、わかりました。わかりました。そうなんだ。言っといて。どんな少ないところでも行ってみたい。え、もうなんかクラス一人だけとか、もうどんな学校でも本当に行けます。生徒が一人だけだったり、一人でもその青春の涙を伝えれたら、平地でも全然行くんで。平地ってなんだ。超行きにくい、車通れないんで。もう山をみんな走って行きます、そういうところは。どんなところでも行きたいと思って今ちょくちょく応募も来ていて。そう、あれ、応募したやつに答えていくってことなの？そうです。あ、そうなんだ。え、どこに応募すればいいの？なんかこのサイトから、はみ出しプロジェクトのサイトから見ていただいて応募するところがあるんで、よかったらそこからご応募いただいてもよろしいでしょうか。何初心タイムしてるんですか？ファンサービスですか？ファンサービス。え、もういいって。かわいい、ありがとう。会話してる場合じゃないですよ。汗だくですよ、汗だくですよ。めっちゃ書いてます。ありがとう、ありがとうございます。何？次の今回はこの4つの活動を上げて今後も活動していきたいと思うので、皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。何で見れるの？新しいか、このリーダーって、どうやって検索したら出てくるかまではっきり言わないと。はみ出しプロジェクト、
新しい学校のリーダーズで調べていただいたら、うん、私たちのウェブサイトが出てくるので、そこからもハミダシプロジェクトのところにも行けるので、はい、あ、そこから応募するやつね。はい、そうです。ハミダシプロジェクトっていう特設サイトもあるので、はい、あ、そうなんだ、はい、ここからどこからでもすごい分かりやすいので、しかももうそのサイトもすごいはみ出してるんですよ、ね、いろいろ話していただいて、それ見ていただかないと分からない、分からない、もう、ね、私で SNS もいろいろやってるので、はい、そこからも、はい、URL とかいっぱい載せてるので、はい、ぜひチェックしてください、チェックお願いしてください。 MV もたくさん見てください、はい、お願いします。 Twitter フォローしてください。何の、え、何早い、さあ改めてのお知らせなんですけど、我々がシーズンビジュアルを飾るこちらのポスター、あれですね、さっき見せたあのマルキューのやつね、ポスター、本日8月1日から約1ヶ月間、バカ丸出しじゃない、1日っていうのが掘り出しなんですよ。あ、そうなのね。あ、それも狙ってんの。8月1日から9月9日まで全国の渋谷109このポスターが貼られていたりとか、はみ出せ青春館内にいっぱい展開されます。はい、はい、そしてさらになんですが、本日1日1週間限定、はみ出しすぎるアパレルブランドギャラクシーさんと、はみ出しプロジェクト、わかりますか、ギャラクシー、はい、そうなんですよ。もうめっちゃ派手なね、ギャラクシー、そうそうです、もう本当にもう大好き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 、コラボさせていただいた、コラボさせていただいたんです。ギャラクシーよ、ギャラクシー、ギャラクシー、ギャラクシーでしょ、ギャラクシーさん、ギャラクシー、そうなんです。イメージモデルとかやりたいです、ギャラクシー。でもとりあえず、はい、うん、また別の話になってお願いします。全部問題するから、そうなんだ、コラボさせていただく商品が、ここ109の2階で、あ、さっき言ってたやつか、はい、そうです、ポップアップの、ポップアップストアか、いつからいつまで、今日から1週間限定なんですよ。今日から1週間限定、1週間しかなくて、1週間だと何日まで、8、そうですね、7日か、7日まで、今いる皆さんもぜひ2階に行って、え、どういうやつだ、売ってる商品、T シャツ、今ここにあります。あ、あのね、あのね、ありますよ、わかる、この袋わかるわ、これ今履いてる靴下、小池屋さんの、あ、かわいいじゃん、かわいいじゃん、これはみ出しっぽいですが、ほらブラックとホワイト、どうですか、これ商品見て、これ何本、何本すんのこれ、何本、何本、お金、うん、いくらですか、いくらすんのこれ、え、逆に今言ったら買ってくる、1500円、1足、あー、かわいいじゃん、え、いいと思う、これ正面に履いてみたらこんな感じなんですけど、見てください、え、でもこの色がいい、ほう、あ、これか、これか、これか、一緒です、一緒です、え、かわいいじゃん、え、これいいんじゃない、はみ出せ青春、ペンさん、履いてくれますか、え、はみ出してるそれはちょっとダメです、ダメー、ダメ抑えないでくださいよ、本当にはみ出しプロジェクトそんな使い方じゃないんですよ、それ足に履くものですよ、足に履くもの、やだ、違うとこに履かせないでください、うわやだ、ほんとにやらしい目で見てんじゃない、ほんとにハブラバードニヤニヤしてるんだから、そう、このはみ出しソックスははみ出していくで、後ろに土踏まずどこに土踏まず書いてんだよって、土踏まずの場所じゃないんですけど、土踏まずじゃない場所に土踏まずを書くっていう、面白い、はい、私たちで考えたんですけど、はい、あのこだわりは土踏まずの大きさとか、みんなで考えた、はい、みんなで考えた、そうなんですよ、何回も最初は白しかなかったのを黒もやりたいっていう、そして、なるほどね、 T シャツです、 T シャツ、はい、T シャツかわいいですよ、そう、めっちゃ小池屋さんの、あ、着てる人がいる、そうです、かわいい、かわいい、ありがとうございます、着てる人がいる、小池屋さん、株式会社小池屋さん、後ろがはみ出し青春で、そう、名前が、本当だ、学校の体育着とかみたいな、なんかさ、こういうの今好きよね、若い子、こういうさ、なんか私だけのものみたいな、そう自由にできますからね、人とさ被らないしね、そう、タグのところもこう、はい、新しい学校のリーダーズのロゴとギャラクシーさんのデザインで、面白いそう、こんな感じで小池屋さんとのコラボ商品が展開されてます、はい、よかったらお立ち寄りください、はい、はい、マルキューの2階ね、こんな感じなんですけど、行こっかな、はい、これから終わったら、やった、そうですか、
こうかな。それでですね、ご来店ありがとう企画をやります。渋谷109のポップアップにお店に来て、お店に来て、お店に来て、ポスター、このさっきのポスターを写真撮ってハッシュタグはみ出し青春でツイッターに投稿していただいたりとか、なんか2種類あるんですよ、やり方が。そうなんです。あともう1種類は全国の109に来て、全国の109に来て、新しい学校のリーダーズのポスターを写真に撮ってハッシュタグはみ出し青春。ポスターを撮るか、渋谷の場合はこのポップアップストアの写真、これかどっちかで、はみ出せ青春ハッシュタグをつければ、そうです、応募になります。それで応募、そのいいこと言ってもらっても、抽選で超少人数新しい学校のリーダーズ初ミーティングをさせていただきます。ファンミーティング、ファンミーティング、ファンミーティング、初めてです。まだちょっとやる感じじゃなかったんですけど、はみ出しちゃおうってやってみようって。そこにいつかやります。いつかやります。いつかご紹介させていただきます。ファンミーティング、少人数の超少人数、超少人数。そし そしてもう一個あります。ハンガーはみ出しトートバッグ、私たちがハンガートートバッグあるかな、トートバッグありますか、私たちもグッズなんですけど、ハンガーだ、ハンガーだ、もうみんなすごいブサイクなんですけど、え、これ加えてるものは何、リコーダーですよ。あ、ちょっと変なこと考えちゃった。リコーダーです、やめてください。何ですか、やめてください、そうやってすぐ変な方に。ごめんなさい。そう、ここの裏に書き込んで、私たちが後ろ空いてるんですよ、いろいろ落書きをさせていただいて、はい、もうここに私たちがちょっといろいろはみ出しメッセージを書かせていただいて、書いてくれるってこと。やっぱ109のここ、やっぱ全国の方だったら、やっぱいちいち東京に来たりとかそういうのは大変なんで、全国の方には、いや、なんか可愛いじゃん、そうです、あるよね、メッセージを書いて、めっちゃ可愛い、私もあるんです、届けると。でもさ、あれさ、ハンガーもう一回見せてください。あれさ、なんかダントツでさ、一番でかいじゃん。そうなんです、顔でかいんです。ムカつかない、なんでこいつ一番でかいムカつくでしょ。やっぱりおかっぱの顔面が半端ないですよね。正直ムカつくでしょ。え、結構人やったら私じゃないの、言いなさいよ思うでしょ、そんな話されてないよ、みんなから。ペレさんみたいに腹黒くないんで暖かいですよ、みんな。逆に怖いから、こういう方が怖いんだよ。そういうところで考えすぎですよ、ペレさんは。いやいや、そういうもんよ、大人の世界なんてそんなもんよ。え、女なんですか。女よ。女なんですか。何、女なんですか。なんでよ。なんかやめた方がいい。やめた方がいいって何。何やめた方がいい。いいの、いいの、いいのですか。そうですね、今言ったそれをプレゼントさせていただくので、皆さんぜひいっぱいツイートしてちょんまげしてちょんまげ。渋谷の皆さん元気ですか。皆さん元気ですか。今集合を立ってね、そのままこっちに行ってくださいね。いっぱいいる。ペーさんがいますよ、ペーさんが超いるだろう。そうですね、夏休み、夏休み楽しんでますか。お腹すいた、お腹すいた、今お腹すいた、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 秋やんとんせん、同じ気持ち。え、夏休み、夏休みですね。あ、そうなんだ。夏休みでもさ、なんかさ、自分こっち来てびっくりしたのが、はい、東京ってさ、夏休み長すぎない。そうなんですか。1ヶ月くらいあるでしょ。私たち出身地わからないんですよ。あ、はい、違うのか。え、東京いないの。いやでも、え、まあ、それわかんない、年齢も不詳ですし、1ヶ月くらいあるんじゃん、夏休み。意味がわかんない。え、そうなんですか。でも、15日とかしかないの。え、それに書いたの。え、時代の問題これ。時代の問題ですね。ジェネレーションギャップ。ゆとりすぎるよね、本当に。ゆとりですね。そうですか。すごいゆとりすぎる。私たち学生じゃないかもしれない。そうなんですよ。学生かもしれない。何歳か年齢不詳なんですよ。もうさ、全然さ、もう分かんない、あんたたちのことが。分かんなくていいです。私たちもペイさんのこと分かんないです。私はそんなに甘くね、知られて困るから。ペイさんの心の中が全然分かります。え、ペイさんの心の中が全然分かります。私も最近自分が分かんなくなって。病んでませんか。大丈夫ですか。やっぱり病まないでくださいよ。開発した青春の涙のポテチを食べていただいて。そう、はい、そうですね、恋愛したいね、夏は。え、恋愛片思いしてるって知ってますよね。片思いですか。片思いしてるけどね、ちょっとね、自分のことしか考えてないんですか。あ、ね、甘くないのよ、やっぱり。全然発展なくて、最近発展って。何、今大阪に行かれてるんでしたっけ。あ、もう帰ってきた、昨日帰ってきて、はい、朝帰ってきてね、こう一緒に寝ようってなったのよ、今日の朝も、はい、そこを背中向けられて、もうそれダメじゃないですか。ペンちゃん2個あるんですか。1個よ、1個。あらら、一緒に寝たの。え、でもどうせ一緒に寝ないとダメな状況なんですよ。そうよ、だからもうすごい壁にね寄ってってあれ、ペン
さんよりあれ匂いじゃないですか。匂い。またいい匂い。え、そうさ、なんかさ、ブスとかさ、デブとかはいいの、臭いっていうのが嫌だ、一番臭いは違う、嫌だ、嫌だ、めっちゃいい匂いします。ほんと？香りの、なんかクッキーみたいな匂いを、甘い匂いだ、あら、甘い匂いだ、甘い匂いだ、女の子の匂いがします、女の子の匂い。ここだから映すの。え、やめてんの、私たちやだ、空気止まんじゃん。そういう話をしなくて止まんじゃん。そうですね、止まりました。若い子は多分ペイさんのこと大好きだと思うんですけど、はい、やっぱあの大人の方ってちょっと引いてるんですよね。引いてないから大人シビアにいる大人誰このピンクみたいな、え、何このピンク、本当に本当にめっちゃピン、ペイさんですよ、ペイさんですよ、ペイさん、ペイさん、すごい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 ペイさん、すごい本当すごい、すごい撮るよね、あの人すごい、ズームズームしてるやつ、何に使う気なのか、何に使う気、変なものに使わないのそのどうですか、あのデザイン、デザインとかどうですか、デザインって何、可愛かったです、最初までゲストのデザインとか、可愛いよ、可愛いよ、ギャラクシーさすがよ、そうなんですよ、本当さすがなんですよ、さすがよ、あ、何手振ってくれた、いや、見てて手振って、何若い男の前に、私の子、ケイさんに手振ったりないと思う、いくつ、いくつ、いくつ、え、あ、それ犯罪になっちゃう、ごめんなさい、それは犯罪になっちゃうよ、え、一番左は、え、同じ、同じ、17歳、セブンティーンですね、一番、あなた一番ちょっと好き、なんだ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 、そうなんだ、ないんだ、すごい、かわいい、出会いはその撮影終わった後で、はい、また連絡先を、やだやだ、終わるまで待ってください、ペイさん、本出すんですか、本出すんですよね、スタイルブック、いいですか、スタイルブック、いいですか、サンヨマ、そうよ、あの8月26日に英語っていうね、私の、メッセージブックみたいな、私がそう皆さんに伝えたいことがいっぱい書いてある、スタイルブックじゃないんですか、スタイルブックとはまた違う、それどういうことですか、どういうことですか、だから今の若い子たちとかがね、こう心に突き刺くるような、まあ、恋愛だったり、まあね、学校生活だったりさ、いろいろ悩むじゃない、はい、そういう時に読んだらちょっとぐさっと刺さるような言葉がいっぱい書いてある本がね、8月26日に出ます、826に今月の終わり、え、写真とかもあるんですか、え、何、写真とかも貼ってみますか、そうよ、美脚出してますか、ポロリしてません、ポロリしちゃってるかもしれません、おー、そんなやですよ、見たくない、見たくないじゃあそれで、そうなの、あのイベントもあるの、発売イベントもあるの、あ、これじゃ食い気味ね、ちょっとあの人集まらないとちょっとかっこ悪いから、そう、今あの来てほしいの、8月ですか、そう28日の日曜日にあるから、そう、あの皆さんぜひ、そう、来てください、すごい突き飛ばされた、もう痛い、そう、来てください、今もう整理券とかもね、ね、そう、あ、34番、そうそう、まあ、すごい早いですね、めっちゃ早い、めっちゃ早いから、だからサインとね、写真と握手とできるから来てください、渋谷だから、ちゃんと除菌してます、渋谷、え、手は除菌してます、絶対しないよ、除菌しなきゃ、消毒手洗わなきゃ、関係ない、私綺麗だから、いつも綺麗で売ってますから本当ですか、本当に綺麗ですから、いろいろ見えますけど、そう、え、来てください、苦笑い、苦笑い、小池屋苦笑い、リーダーズの方が来てくださってるんで、小池屋ね、苦笑い、さあ、あっという間で、うん、ね、うもう2分前ですよ、ちょっとさ、コメントとか読みたい、読みたい、読む、読む、全然読んでないです、ね、そうだよ、見てくれてんだから、どう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 、あら、ありがとうございます、ドーピングマンって何、ドーピングって何ですか、皆さんはぜひね、ハメダシプロジェクトチェックしてくださいね、はい、チェックしていただいて、チェックしてくださいね、俺どこ本当なの、何が本当なの、真ん中の人、男の人、女です、いや男で、いや男で、間の人です、髪型とか言ってるじゃないですか、やめて、ほんと開かないでください、そんな風に使われるの、なんか舌が当たる、ただ開かないでください、すごい、カガフェス行ったよって何、あ、カガフェス、ありがとうございます、出させていただきます、石川県まで行ってきます、シャズナって書いてあるよ、イザムさんね、私最近あの、わかる、イザムさんって知ってる、最後にちょっといいですか、ちょっと待って、それ似てるって言われるんです、はい、以上です、メンバーからコメントで一人一人言ってくれたいと思います、はい、面白いこと言いなさいよ、ちゃんと、え、面白い、面白い、もうちょっとしか時間ない、はい、ロロロロロ、まあ、あの、じゃあだいぶ鈴鹿からなんだよそれ、ちょっとしかあと1分しかない、ハメダシプロジェクトぜひチェックしてください、いっぱい書いてあるので、はい、はい、皆さん、チェックお願いします、お願いします、はみ出せ青春
あー、何ですか、まだ終わらなかった、まだ終わらない、終わり、まだ終わってない、まだ終わってない、まね、締め、はい、皆さん、バイバーイ、バイバイ、ありがとうございます、はみ出せ青春、ありがとうございます、青春、男の声が、男の声が